竹崎広重7月8日大は日本の裁判官。麻生太郎内閣に指名され2008年から最高裁判所長官を務めた岡山県岡山市北区出身。小学校、中学校、高校とも法務大臣、枝さつきと同窓で枝より3学年下である。東京大学入学も枝の3年後であるが枝が1年留年、退学処分。 副学という経緯をたどったため、法学部卒業は枝の一年後となった。主に刑事裁判畑を歩む。最高裁判所事務総局勤務も長く、司法行政経験が豊富である。第二小法廷所属。1988年、賠償制度研究のため、当時の最高裁長官、矢口光一の命を受けて、特別研究員としてアメリカ合衆国へ派遣された。 帰国後の報告書は、賠信性を徹底的に批判するものだったが、裁判員法成立後は裁判員制度を利用することで司法に国民の信頼をつなぎ止めようと考えるようになった。2008年11月17日、全民の最高裁長官である島田次郎は、自身の退任記者会見において、竹崎を表して、彼を思うと、坂本龍馬が浮かぶ。 先を見通す力が抜群に優れている。と述べた。最高裁判所判事を経験せずに就任した最高裁長官は横田喜三郎以来48年ぶりである。2008年11月25日の就任記者会見で最高裁判事を経ずに長官に就任したことから、商法廷での審理にも関与したいと述べ、2009年3月9日。 福島県青少年保護育成条例違反被告、事件で裁判長として上告棄却判決を言い渡した。司法行政としては2009年に司法収集制の国籍条項を撤廃した。2009年8月に資料または参考資料となるべきものとして保存されている裁判記録について裁判所において保存するものを除き歴史資料として 重要な公文書等として裁判所から内閣総理大臣に関することを歴史資料としての重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置についてとする麻生太郎内閣総理大臣との申し合わせで合意した。刑事部門の判権交流を2012年度から廃止した。最高裁長官として国政選挙の一票の格差問題にも取り組み、 2011年3月23日に衆院選選挙区の議席配分の基準となる一人、別枠方式について2009年衆院選の時点において、もはや合理性を有しておらず憲法違反となっているとの判断を、2012年10月17日に2010年参院選に、関して参院選選挙区における都道府県単位を選挙区とする選挙制度に否定的な判断を、 最高裁大法廷裁判長として最高裁判決を出した。香川県選挙管理委員会委員長で114、銀行会長の武崎勝彦は実刑であったことから、2009年の衆院選の訴訟における2010年9月の最高裁審理では、高松高裁判決の上告案件部分については、勝彦が被告である選挙管理委員会の代表者で、 あることから回避を行っている。2013年9月に、婚外子相続差別訴訟の最高裁大法廷の裁判長として、婚外子の法廷相続分を、今内子の半分とする民法規定について、意見判決を出した。最高裁長官としての任期は70歳の誕生日を迎える、前日の2014年7月7日までであったが、2014年2月26日、 突如として、がん体感することを表明し、同年3月末日に任期を3ヶ月余り残して体感した。理由について、竹崎は、いくつもの病気を抱えて就任し、何度か入院して、健康面では、低空飛行で続けてきた、体力的にも、気力の面でも限界に達した、この職にある限りは全力を尽くさなければならないと、考え、体感を決意したと語っている。 任期途中で最高裁長官が退官するのは異例であり、過去には草場良八が任期の8日前に遺岸退官したケースしかない。最高裁長官在任中、個別意見を一つも書かなかった。最高裁長官に就任した人物が、長官在任中に一度も個別意見を残さなかったのは、初代長官の三淵忠彦以来である。ただし、最高裁判事、 最高裁長官と任命されたもので、最高裁判事時代に個別意見を書き、長官時代には書かなかったものは存在する。趣味は演芸と音楽鑑賞。以前は渓流釣りも趣味としていた。ありがとうございます。